圧倒的な支持を受けた異次元の逃亡者サイレンス鈴鹿は一枠一番。果たしてどのような逃亡劇を見せてくれるのか。多くの期待を背に天皇賞秋スタートです。さあ、期待に応えてサイレンス鈴鹿が早くも先頭へ抜け出します。なおもサイレンス鈴鹿はスピードを緩めません。いや、さらに加速し、その差を広げていきます。飛ばしに飛ばすサイレンス鈴鹿、今 1000m の標識を通過。そのタイムは57秒4。一体どれだけの着差で、どれだけのタイムでゴールを通過するのか。先頭を走るサイレンス鈴鹿、今大きな差に差し掛かります。クラシックレースに挑めるのは春までに結果を残した一握りだ。戦いはもう始まってるぞ。はい、トレーナー。いやー、どこもかしこも燃えてんな。ええ、それだけに多くの馬娘たちの憧れであり目標なのですわ。そんな尊いクラシックレースを独り占めしたやつもいるけどね。私を悪者のように言うな。あなただって真面目に走れば栄光をつかむ可能性はありますのよ。おいおい、私はいつだって真面目だっての。当然クラシックレースの一つや二つはいただくつもりだぜ。ほら、聞こえるだろう、ゴルフちゃんの活躍を期待する大歓声が。何の歓声でしょう。あちらの方で盛り上がっているようですわね。無視かよ。またまたタイム更新だ。期待の新人がデビューを迎えるとは聞いていましたけど、確かに素質は十分みたいですね。その調子よ鈴鹿、あなたのスピードは素晴らしいわ。まずはデビュー戦で経験を積み、その特性を生かした走りを身につけていきましょう。はい、わかりました。騒がれているのは鈴鹿か。なんだ、知らねえのか。入学した時から頭一つ抜けた素質持ちって噂のやつだぜ。いよいよデビューしますのね。レースを見るのが楽しみですわ。今日はメディア関係者が多いですね。やっぱりオタクもサイレンス鈴鹿のデビュー戦を。もちろん、今日はカメラマン4人体制ですよ。期待の新星はどんな走りを見せてくれるんでしょうね。貴様は確かシリウスのトレーナー。私はエアグルーヴ、生徒会の副会長をしている。名前くらいは聞いたことがあるだろう。今日はシリウスのメンバーが出走する予定はなかったと記憶しているが、もしや鈴鹿のレースを。鈴鹿とは付き合いがあるからな。それに彼女は生徒会でも注目されている。ああ、ルドルフ会長も鈴鹿の素質に期待を持っているらしい。
鈴鹿の走りは。楽しそう。なるほど、そういう感想を持つのか、シリウスのトレーナーは。期待を胸に初めてくぐった学園の校門、それが私のスタート、そしてデビュー戦も制し、一歩ずつ前へ、ついに夢をつかむための私のレースが始まったのね。ミドルディスタンス基礎1、勝率とペース配分。お、鈴鹿さんが図書室でお勉強ですか？珍しいですね。服着てる。ええ、レース展開の知識を入れておくようにって言われたから。確かに距離や馬場状態によって戦術を選ぶこともあると授業でも言ってましたもんね。あ、それならば私が占ってみましょうか。鈴鹿さんにぴったりの戦術を。大丈夫、その辺はトレーナーさんと一緒に決めるから。必死に知識を集めているところを見ると、次に走るレースが定まったか。エアグルーヴ。え、次は弥生賞だって。もう一月を切っているわ。お前は遅めのデビューだったからな。クラシックレースを目指すなら詰まったローテーションにもなる。しかしデビュー戦は圧勝だったじゃないか。終始先頭のまま、最後は突き放しての7馬身差。わざわざ見に来てくれるとは思わなかったわ。応援してくれてありがとう。鈴鹿さんの応援に行ったんですか？だったら私も誘ってほしかったです。応援ではなく視察だ。それよりも鈴鹿、これからが本番だ。勝ち続けるのはたやすいことではない。分かってるわ。だからこうして図書室に足を運んでいるわけだし、私には見たい景色があるから。1000メートル通過が58秒5。まだペースが早すぎるわ。はい。弥生賞は2000メートル。最後の直線までにスタミナを残さないと。もう一度ペースにしっかり気を配ってみて。あなたの実力は間違いなく上位。万全の準備をして挑めば、きっと勝利という結果もついてくるわ。はい、頑張ります。レースは展開を読みながらペース配分や最善の位置取りを意識しつつ、最小限のロスで済むコースを走ることが定石。この走りなら一着でゴールを駆け抜ける可能性を広げてくれる。一着でゴールすることが何よりも大事。そこには私の見たい景色がきっとあるはずだから。鈴鹿、サンバシンスでゴール。見事弥生賞を制しました。上位人気のサイレンス鈴鹿は出遅れが響いて8着。やはりレース2戦目という経験の浅さが影響したか。展開、位置取り、ペース配分、芝の状態に、天候に。レースというのはこんなにもたくさんのことを考えながら走らないといけないのね。ラスト一本。私の蹄鉄の音が響いてる。前には誰もいない。気持ちのいい風が来るだけ。このまま頭を真っ白にしたまま、いつまでも走り続けていたい。けどそれだと私の見たい景色は。馬娘さんだ！何？うわー！
娘ですよね。そうなんですけど、他の馬娘さんを見るのは初めてで。それにそれに、さっきの走りもキラキラしてて、なんまら綺麗で。ごめんなさい、いきなりジロジロ見てしまって。私、今日からプレゼン学園に転入してきました。スペシャルウィークって言います。向こうの建物が音楽室や調理室のある棟で、この先には室内プールの建物があります。北海道も広いけど、学校一つがこんなに広いなんて。一度は迷子になるだろうな。いや、5度くらいは。あら、確かチームシリウスのトレーナーさん。トレーナーさん？ええ、トゥインクルシリーズに出走するにはチームに所属することが義務付けられています。そしてこちらはG1 ウマ娘を何人も輩出しているチームシリウスのトレーナーさんです。え、偉い人だったんですね。こんにちは、スペシャルウィークです。私、北海道から転入してきたばかりなんです。なので鈴鹿さんに案内をしてもらってまして。それにしてもチームに所属しないとレースに出られないんですね。学園に入るだけじゃダメだったんだ。だったら私、鈴鹿さんと同じチームに入りたいです。鈴鹿さんの走りを毎日近くで、なんなら真横から見ていたいので。あのチームに所属するにはスカウトしてもらうことが必要で、こちらから望んだチームに入れるかは。うわー、スカウトだなんて芸能人みたいです。私、スカウトしてもらえるように頑張ります。それでは私たちはこれで失礼します。シリウスのトレーナーさん。はい、スペシャルウィークさんが出走するので。そうなのかもしれませんが、スペシャルウィークさんには夢があるそうです。トゥインクルシリーズを走って日本一の馬娘になるという夢が。まだ出会ったばかりですけど、スペシャルウィークさんのまっすぐな気持ちはとても伝わってきます。選抜レース3戦目、各馬娘がゲートへと収まっていきます。あ、レースが始まります。ゼッケン6番、スペシャルウィーク。出遅れを巻き返すように第3コーナー手前からロングスパート。追い上げる追い上げる、ここでスペシャルウィークが先頭に立った。スペシャルウィークさん、もしかしたら。スペシャルウィーク、どうした？スペシャルウィークが立ち止まり、なんと手を振っている。やりましたよ、鈴鹿さん。私、一着です。なんと、どうやらゴール位置を間違えたようです。その間に後続が次々とスペシャルウィークをかわす。あの、今日からお世話になります、スペシャルウィークです。よろしくお願いします。わー、新メンバー、スペシャルウィークのスペちゃんだね。よろしく。
カさんのチームに入りたかったんですけど、選抜レースでやらかしちゃいまして。でもでも、トレーナーさんが声をかけてくれて、シリウスは優秀なチームだとも聞いていたので、こちらに。シリウスに滑り止め感覚で入ってきたって。違います。鈴鹿さんのチームに入りたかったのは本当ですけど、うちに来たのが運の尽き。日本一不幸な馬娘に仕上げてやるぜ。ほら、ぼさっとしてんな。日本一になりたいなら走れ。レース展開を見つつ、ラストスパートの足をしっかり貯める。それが自分のスピードを生かした最も勝率の高い走り。この走りは私自身も間違っていないと思うけれど、自分の気持ちがまっすぐじゃないみたい。シリウスのトレーナーさんの言葉がずっと頭の中に残ってる。ほら、ぼさっとしてんな。日本一になりたいなら走れ。私も夢に向かってまっすぐ走っているはず。それなのに、なんで景色が霞がかったように見えるんだろう。もう一周。今日のレースおめでとうございます。2連勝ですよ、2連勝。ありがとうございます。もう何回も同じ話をしてますけど。大事なことなので何度でも言います。それくらいかっこよかったですから。最後の直線ビューンって走り抜ける鈴鹿さん、やっぱ一気に追い抜いていくのって気持ちいいですよね。私もまだペースとかよく分かってないから、もっともっと練習しなくちゃ。鈴鹿さん、なんだかレースに勝ったのにあまり嬉しそうに見えないなっていうか。もちろん嬉しいですよ。それよりもスペシャルウィークさんの方はどうですか。チームシリウス、とても賑やかそうですけど。みんなによくしてもらって楽しいです。私にぴったりの走り方とか一緒に考えてもらったりして、たまにゴールドシップさんからよくわからないトレーニングを迫られたりはしますけど、入ってよかったなって思ってます。それならよかったです。はい、これからも日本一の馬娘目指して頑張ります。本当に夢に向かってまっすぐね、スペシャルウィークさんは。おい鈴鹿、またぼーっとしてるぞ。ごめんなさい。何か思うところでもあるのか。しっかり練習して結果も残しているというのに。わからないの。レースを勝ったはずなのに、見た景色はどこか違っていて。少しは肩の力を抜いたらどうだ。知識も大事だが、気持ちも大事だぞ。ありがとう。だけど次はダービーだし、気を抜いていられないわ。次も必ず勝ってみせるから。2400m のペースがつかめてきたわね。最後までスタミナも残せてる。あなたはクラシックレースを制するだけの実力があるわ。勝って夢をつかんで。はい。スペー、お前の夢は何だ。日本一の馬娘です。よし、日本一
一目指して頑張れ、根性見せろ。根性というか、あなたもトレーニングしてくださいませ。よそ見なんてしている場合じゃない。夢に向かって走らないと。この馬娘の実力はフロックではなかった。今年のダービーは逃げ切りらしい。上位人気のサイレンス鈴鹿、今日は手控えるも9着に敗れました。はい、レースに向けて頑張る鈴鹿さん、すごいなって。でも、え、トレーナーさんもですか？していいですか？鈴鹿さんのトレーニングに付き合いたくて。並走トレーニングありがとうございました。いえ、こちらこそ有意義でした。鈴鹿さんとは別のチームになっちゃいましたけど、こうして二人で居残りすれば一緒に走れますね。あの、鈴鹿さん、初めて会った時のこと覚えてますか？私が思わず絶叫しちゃったこと。あの時、一人で北海道から出てきてうまくやれるかなって不安な気持ちがあったんです。でも鈴鹿さんが楽しそうに走るのを見て不安が吹っ飛びました。きっと学園生活は楽しいものになるって。けどこの頃の鈴鹿さんはあの時と違った様子で。今の自分が夢に向かって努力しているのは間違いありません。それなのに追いかければ追いかけるほど夢が遠くに行ってしまうような気がして。小さい頃から走るのが好きでした。聞こえてくるのは自分の走る音と風を切る音だけ。その時のことがずっと忘れられなくて、今も追い続けていて。スペシャルウィークさんは私が楽しそうに走っていたと言いますけど、それはむしろ逆です。スペシャルウィークさんはいつも夢に向かってまっすぐで純粋で、とても眩しいくらいなのに、私は。
ままに。自分の走りたいように思うままに。鈴鹿さん、もう一周走りましょう。二人で頭空っぽにして、うおーって。わかりました。やってみます。風が気持ちいい。自分だけの蹄鉄の音が心地いい。余計な音もしない。目の前の広がりを遮るものもない。ただ走っているだけなのに、レースの時よりもずっとずっと綺麗な景色。いやー、鈴鹿さん速い。もっとこの景色を。見てください、私たちを。もうボロボロです。確かにボロボロですけど、見えた気がしました。私が追いかけていたものが、ずっと見たかった景色が。走った先に私の夢が。はい、えーし、今日も日本一の馬娘目指して頑張るぞ。スペまずは滝やぶに行って竹中狩りで。それ絶対にトレーニングじゃないですよ。失礼します。あれ鈴鹿さん。チームの移籍をお願いしに来ました。それでは鈴鹿を担当していただけると。手を言ってしまい申し訳ありません。これまで担当していただいたこと、本当に感謝しています。あなたと夢を追いかけたかったけど、こればかりは仕方がないわね。残念だけど、鈴鹿自身が選んだことだもの。私は尊重するわ。鈴鹿の強い気持ちがあれば絶対に大丈夫。必ずシリウスで夢をつかみなさい。はい。あの、よろしくお願いします。わあ、大歓迎だよ。スペちゃんも鈴鹿をずっと気にしてたから嬉しいでしょ。それはそうなんですけど、口に出されると恥ずかしいというか。思うままに。わかりました。すごいスピード。しかもどんどん加速してんじゃねえか。このままゴールしちまう気か。
でもすごく気持ちよくて楽しい。見ていたぞ、今日のトレーニング。図書室で走りのイロハを詰め込んだものとは思えない内容だったが。ひどかったでしょ。ペースも何も一切考えないで、ただただ走りたいだけ走って。まったく、自分でひどいと分かっていて楽しそうに話すな。そんな、別に楽しそうに話してなんかないわ。常識を無視した走り。それなのになぜか見たい景色が前よりもはっきりと見える気がするの。私もどういうことか、以前のお前の走りよりも今のむちゃくちゃな走りの方が脅威を感じる。無論それでも負けるつもりはないがな。楽しみにしてるわ、エアグルーヴとのレース。逃げる逃げる、サイレンススズカ、大逃げ。後続を引き離したまま最後の直線に入ります。残り 200m、 わーっと、ここでサイレンススズカが前年の覇者の女性エアグレーブに捕まった。勝負は完全に抜け出した。2人のマッチレース、激しい戦い、内か外か。わずかに外のエアグレーブが引き抜けゴール。エアグレーブ見事に G1 の舞台を制しました。できれば最後まで先頭でいたかったですけど、結果は6着でした。以前よりも勝ちにくい走りではあるはずなのに、目の前に広がる景色がとても綺麗で。景色をつかみ取る私は、それがトレーナーさんの見たい景色なんですね。わかりました。必ずトレーナーさんが見たい景色を見せてみせます。